型コロナウイルスの影響を受けて、やはりあの日本にインバウンドのお客様がやっぱ来店しづらい状況で、日本国内のお客様もやっぱ外に出づらい状況もあって、まあ、買い物サカフェがもともと原宿の名所観光地に近いに立ち位置だったこともあって、やっぱり集客するのも厳しい状況であるのが今昨今の状況かなと思ってます。で、今の状況下がこれがどれだけ続くかわからない中で営業を続けるのも正直厳しい部分を感じております。Culture, the kawaii culture, and this was one of the places that we really enjoyed coming. So we're really sad to see them go, and we wanted to come one last time to get video and pictures so we can remember, you know, the good times when we were here.なるって思ってなくて、で最後の日迎えられてよかったなって思います。すごい感動して今歓喜いっぱいです。すごい楽しかったです。本当にこの場所っていうのはもう本当に5年間で原宿の象徴的な場所になったということで、本当はですよ、その日本がこの国が守ってちょっとね保存してくれてもいいかなって思うぐらいみんなに愛された場所だったので、ちょっとまあなくなるのは寂しいんですけど、原宿という街はいつの世代もいつの時代も新しいヤンガージェネレーションがまた新しい文化を作るので、まあ次にはまた新しい若い世代が面白いものを作ってくれるっていうふうに信じてます。